年を取るという言葉を使う人が多い。僕は年を重ねるという。言葉のあやだというやつがいるが、そんなやつは大いに年を取って勝手に老ければいい。この二つの言葉には別の意味合いがある。年を重ねるというのは、経験を積み上げ、責任を増やしていくという生き方。年を取るというのは、責任を取り省き、楽をしようとするの取るになっている人が多い。それはただの老朽化、劣化でしかない。老朽化しないために継続してやるべきことをやる。だからトレーニングは必ずやる。20代では太ってなかったのに30代で急に太ったという人も多い。そんな人はそれ以前に何をやってきたかが結果として出ているだけだ。10代でどう過ごしたかが20代に、20代でどう過ごしたかが30代に色濃く影響を及ぼす。10代の部活で体を使って動き回っていた貯金で、20代は太らなかったかもしれない。代謝も良かったのだろう。だが、30代になれば話は別。社会に出て20代で何をやったか、その結果がしっかりその腹に出る。その腹を見て、ああ、この人は丸々な20代を過ごしたんだな。そう思われても仕方がない。